赤門で取り残されたわけだ。いきなり侍せんよな。せんわ。赤門でよろしく。赤門すらせんわ。やろうや。無理や。あ、すごい。七輪が一新してる。ちょ、あ、新年なんで。新品になったんですね。2019年、うん、ああ手が戻ってこん。みんなもう侍とかしよう。いや、もう今日4人終わろうって話する。え、揃って終わろうって話する4人とも、うん、そんな勢いそんな勢いすごいですね。え、4人誰？ドノさんとヒロシさんと。ドノさん、ヒロシさん、モリさん。あ、ドノさんとリピート。あ、ドノさん前なんか言ったの。だから別ルートでリピート。あ、ルート2つあるのか。最後の処理のとこ。登り方をちょっと変えて。難しいルート。いやいや、あまりかな。4時ぐらいまで。いやいや、4時までで終わりでも十分。でそんなもんだけど。あ、そうなんだ。まあ、そうですね。東日本はまだ早い。食べるとき来てよ。はい。よし。でも、向こうの優しいのを使ってやるだけですけど。階段。完璧に掃除してるのに、私は全く水が立ってから。よくないです。まあでも、水がちょっと、いやでも、きついだもん。楽しみだけど。だって、硬そうな、頑丈そうな、なんかテントの生地、なんかもらったんですよ。ひどいな。ちょっと畳んでリュックに入れるにはちょっと不便。濡れんけど。頑丈そうや。広げた形地。この通行量あの何台か。普段からですね、トゲまで通行神経。まあ見通しが良くないから、まあ安全にはなるかなって。でね、多分カーブね。今、お借りが多分年度末やけ余ってるけん、多分お借りが降りたけん、どこするかって話になって、グレードの方でちょっとなったんやろ、ね、TFBC 東京が3連休やけん、まあ、またちょっと警察組が絞ってあ、これじゃね藤野里になんか予約が入ってるけど、この前誰かな東京の連中が最後のあの東京に泊まったらよかった、ちょっとそうあの、ご連敗の方がいいな。何や、八幡さん、これでもう一人じゃない、平塚さん、平塚さん、うん、いや、今、しかった、しかった これ、ダートですか、うん、なんか聞いたら、平塚さんっていうのは、の彼とかのシニアマスターがお願いします。ほぉー、もうすぐ小さいみたいな、もう退職してる、ちっちゃい、あれ、侍じゃなかった、赤岡の先生、そういうことで、シニアマスターにキャンプに行ってくれて、なんかあの人もなんか気に入ったみたいで、うん、これもいいよ。もしあそこがなかったら、立ててもらっていいですか。人工壁のボルダー売ってない、売ってない、たまにあのグループ来るんだけど、たまに多すぎる。これ昨日あのグループに乗ってるんだけど、まあ、なんか今度自分で行きたいんですけど、ここ1年ぐらいはずっと同じこと言うから衰退していく一方や。この分がね、一つ一つがいっぱいある。そうそうそう。俺らになったらまた登れる。人みたいなことは多分あると思う。でも、そう見てられない。もう30とか3。こうやった時になんか、こうじゃなくてなんか、この辺がなんか痛い。食袋になった。あんま、袋になったと思った。
残っちゃったね。なんか治りが悪い。さこんばんは。そこまで完璧やん。頑張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 。Oi.